い、アライアンの紹介になります。まずこちらのボードがあれあ、アライアンっていうのはもうエクストレイルのジャッジでおなじみのインゲーマーバックマン、彼が10年前に立ち上げた会社です。でアライアン今シーズンでちょうど10年経って、また新たな革新的な技術が加わりました。で特に日本で人気があるこのプリズム、日本のライダーの使用率も非常に高いんですけれども、まずその理由っていうのは、持ってもらったらとにかくすごく軽い。であとソールに使ってる素材、ナノハイスピードという滑走性の非常に高い目の細かいソール材を使っているので、シャバ雪でも、どんな悪いコンディションでもしっかりよく走ってくれます。わお。じゃあお尻ですか。で、あとこのボード、去年からテクノロジーの変化が1点あります。昨年まではカーボンの入り方がバインディングにかかるようにバッテンでノーズとテールに入っていたんですけども、今季はノーズの部分とテールの部分にこう V 型で入ってます。なので反発力はそのまま衰えずに、トーションの方向、ねじれの方向が柔らかくなるので、とても扱いやすいボードになってます。で今すごい注目されてる日本のライダーの関勲、彼もこれを愛用して乗ってます。でこの板乗ればなんか彼のようにシャッフルができたりドライブができちゃったりするかもしれないので、ぜひよろしくお願いします。以上です。グヌーです。あまり日本では知られていない結構マイナーなブランドなんですけど、アメリカではすごい歴史のある有名ブランドです。でメインライダーとしてはダニーキャス、オリンピックで2回連続銀メダル取っている実力のあるライダーがボスで、やっています。でこのボードすごい流行ってるバナナのパクリでキュウリです。見て分かる通りなんかどうしようもない緑色のデザイン でソールの方もキュウリっぽい感じのカラーになってます。でこのボードただ絵が面白いだけじゃなくて、特徴があります。まず構造としてはスケートバナナと同じバナナ構造、まあ真ん中が逆に沿ってる構造ですね。でその他に大きな違いがバックサイドとヒールサイドで、あ、トーサイドとヒールサイドでサイドカーブの半径が1メーター違います。これによって一般的に難しいちょっとやりにくいとされてるバックサイドのターン、これがすごく簡単にできるようになるので、あらゆるレベルの人でも楽しんで乗ってもらえる板です。で物としては柔らかくできているので、グラトリから全てのコンディションいけるボードです。ぜひよろしくお願いします。はい、ブランドリブテックになります。こちらの方はもう0910、その次の1011シーズンで20周年を迎えるアメリカの老舗ブランドです。でリブテックのまあメインなテクノロジー、バナナ構造、まあ、いわゆるロッカーボードですね。この今期の流行りを作った元のブランドともいえるリブテックの本家本元のロッカーボードです。で他社のロッカーボードと大きな違いというのはこの波打ったマグネトラクションエッジ、これによってターンの安定感が抜群に得ることができます。で今年大きなテクノロジーの変化がもう一つありました。この C2BTX、 キャンバーが2個ついたバナナっていう意味なんですけども、これが新たに追加になりました。でこちらアメリカの展示会の方で最も革新的な技術を取った、ものになります。もう他社今頃キャンバーロッカーボード出してるんですけど、リプテックはもう新しいところに行ってます。でこの構造の特徴っていうのは、今までは足元が逆に反っててインサートが始まるところから面で上がってたのを、インサート始まるところからキャンバーをつけてます。でこれによってジャンプのオーリーをしやすくなったり、パンピングでの踏み出しがすごいしやすくなります。でトラビス・ライス自身もこのボード乗って X ゲームのジャンプで優勝してます。なのですごく、安定感のあるいい板です。で皆さん本当今年ロッカーボードっていろいろ出てると思うんですけれども、まあいろいろ試乗の機会とかあれば乗って自分が一番楽しいと思うものを
ぜひ選んでください。よろしくお願いします。以上です。はい、リブテックとかグヌーとかすごいすごい楽しいボードがいっぱいある会社です。すいません、メガネがかっこよくてすいません。で、皆さんも本当楽しいスノーボードをしてください。で、そのためにはまあこういういい加減な板もいいと思うんで、ぜひよろしくお願いします。